ごいな、この辺。贅沢だ。え？トラップ。じゃあ、おはようございます。今日は福井県の荒島岳に、登っていこうと思います。今時間は8時40分ですね。高速道路がありますけど、門原登山口から、登っていこうと思います。百名山ですよね。荒島岳百名山ということで、すでにトレースはこうちゃんとしっかりありそうなんで、あとは天気次第かなと思いますけど、登っていこうと思います。ここはもともとスキー場だったみたいですね。さあ、行けるかな。今週、寒波が来て、一時的に北陸道が通行止めになってましたけど、今はもう通行止めは解除されてて、今日も滋賀の方から車で来ましたが、道は特に全く問題なかったですね。あとは今日の天気がどうかな。ゆっくり、よいしょ、ゆっくりしょ。さすが百名山だけあって登ってる人が多いんで、トレースがしっかりあって踏み固められてるんで、今のところ非常に登りやすいですね。あそこが駐車場か。今日は白山も見えんやろな。いやー、今日は晴れるかな。太陽が出てはいますけど、これリフトか。多分ここはリフトの一番上やったんでしょうね。多分ね。9時23分か。で、まあ、ミッドレイヤーになるかな。ちょっと上着を一枚脱ぎました。運動し始めると、やっぱり一枚脱がないと暑いですね。はぁ、すごい静かやな。音がほとんどない。雪で音が吸収されるんかな。静かで綺麗だ。ここから、おお、これブナ林かな。ブナでしょうね。ブナ林。ああ、綺麗。お、落としやな。あっちが山頂かな。あれかな。わからんけど、行きましょう。いやー、綺麗なブナ林ですね。おー、標高が848か。うわ、はい、3キロ、あと3キロっすか。いやー、綺麗なブナの、無標っていうかな、樹標っていうかな。ですね。稲林。よし、おお。おお、すごい綺麗な。よいしょ。とこれ続くな。ブナ林の中を歩くのが、いや、結構長いっす。
げえ綺麗なんだけど、いや結構疲れる。よっこいしょ。はい。標高1074か。あと2キロですね。よし、行こう。絆と友愛の森。うん。よ、ちょっと下るんすか。いやー、この急登は結構しんどいけど、パッと見よくわかんないんですけど、よく見たらこんな感じやもんな。30度ぐらいはあるよね、やっぱり。しんどい急登です。よいしょよいしょ。 あともう少しで、もう少しで尺投げ台だかな。そこでちょっと、水分栄養補給したいと思います。いやよいしょ。もうすぐ船林を抜けますね。もう少しや。いやー、天気良くないな。曇りやな。よいしょ。よいしょ。葉っぱっぽいとこに行きましたよ。また降りるのか、これ。ちょっとしたハロッパ、ちょっとした木がないところですかね。また降りていくんやな、これ。いやー、なんかちょっと迷いましたけど、小荒島岳なんかな。なんかちょっと違う方向に一瞬行ってしまいましたけど、ヤンアップで道を見直して、軌道修正しましたが、まあ、結構また降りたんで、本当にこの道でいいのかなと思いながら、実は今も進んでますけどね。いや、すごいな、この辺。真っ白や。よいしょ。いや、よいしょ。よいしょ。あ、すごい。いや、この世の世界とは思えへんな。何これ。すごい。直投した人もいるやな。直投は無理やな。こっちやね、巻いていかなあかん。おお、晴れたら綺麗やろうけどね。ここが壁なんかな。よいしょ。いやー、真っ白やな。ガスガスや。ガスガス。いやー、真っ白。振り返ってもガスガス。真っ白。なんもない。残念ながら真っ白です。真っ白。この左はセピアやけど、左は気をつけないといけませんが、本来は絶景が見えるはずなんですが、ここ真っ白です。残念ながらガスガスですね。
ほとんど真っ白で何も見えん。一応太陽があるんだけどな。さあ、これが餅が壁やったんや。ここ見たら人がいっぱいいるな。1時41分ですね。よし、では山頂行きましょう。いやー、真っ白真っ白。いやー、見えん、何も見えん。残念すぎる。ちょっと稜線が見えてきましたね。少しのはずなんだけど、山頂は届くかもよくわからない。山頂がわからへん。まあ登ってるってことは山頂はまだなんやろ。いや、見えん。じゃあ、あ、着いたわ。着いたけど、え、真っ白や。スノーシュー楽しそうやね。さすが百名山だけあってむっちゃ人多いね。もう人だらけで、これ一人だったらすごい不安になると思うけど、こんだけ人がいればね、安心して登れるし、なんせ道が踏み固められてすごくありがたいですね。トゥトゥ、渋滞してるな。そこ今何度やろ、マイナス1.6 かな。湿度が出てないね。これ人がいなかったら道が不安やん。毎回思うけど、降りるの楽やな。だから毎回降りるときにベラベラ喋って、登るときはねほとんど喋ってないんですけどね。登るときはしんどいからね。そしたら今から、餅ヶ壁降りていきます。うん、こんなんやったっけ。いや、いや、太陽は出てるんやけどな。あ、雲がね、雲が足りないよな。よいしょ。
しょ。いや、何ですかこれ。お化けみたいな木や。木も重いやろな、こんなに息つけられて。非日常的な光景ですね。雪山って白と黒しかなくなるね。色がなくなる。ちょっと人がいっぱい。何これ。いやー、なかなか綺麗だな。今日は山頂では全然食事できそうになかったんで、結局登りの途中でゼリー1個食べただけやったんで、お腹空いててちょっと尺投げたいなっていうところで、もし可能ならちょっと軽くね栄養補給したいと思いますが、ちょっと、ね、引っかかるのが一番怖いよな。引っかかって変な力かかって骨折ってのが一番怖い気がするな。いやー、これも綺麗ですね。すごい綺麗ですね。いやー、すごい綺麗だな。綺麗しか言ってない。お腹すいた。いや、本当にすいた。お腹すいた。いや、ゼリー一個やもんな。今日今んとこ水分もほとんど取ってないけど、そうそう、尺投げ平に行くまでちょっと登らなあかんねんな、確か。それがしんどいな。いや、これ登ったんやもんな、信長林。もしかしたら冬より夏の方が辛いかもね、これ。夏の方が暑くて暑くてしんどいかもね。よいしょ、平らになりました。こっから尺投げ平までちょっと登り返します。よいしょ。やっぱり後半での登りはしんどいよね。こんなんあったな。絆と友愛の森か。あれ、いつの間にか尺投げ平を、スキップしてましたね。あれ、道があるやん。あのおじさんに教えてもらいましたけども、この道は尺投げ平をスキップしてトラバースして、行く道やったみたいですね。登りの時は尺投げ平通ったんで、あそこはみんな行ってなかったんだ。そうか、尺投げ平トラバースして行けるんだ。知らなかったですね。ってことは、いよいよご飯食べるタイミングを逃してしまいましたね。どうしようかな。ご飯食べないと。もういいか、溺れちゃうか一気に。お腹空いた。こちら、いい、よいしょ。いや、お、下の町が見えてきましたね。あ、だいぶ降りてきたな。見える見える。やばい、お腹空きすぎた。そういえば嵐島だっけ、あんまりピンクの目印とかテープの目印あんまなかったっすね。いや、しかしお腹空いた。景色も綺麗なんやけど、やっぱ花より団子やな。お腹空いたな。あれは、勝山とか大野の街ですかね。綺麗に見えてますね。晴れてるんだな、下は。だいぶ街が見えてきた。向こうね、雲で覆われてますけど、
白山があるはずなんですが、今日は全く見ませんでしたね。視界ゼロ、ガスガスでした。何気に今日は、福井県初めての山だったかもしれん。まあ、白山は福井県、例えば福井県かな、石川県な、福井県初めての山かもしれん。お隣の県なのに、今まで登ってなかったんですね。今度からは福井県の山も登っていきたいなと思いますが、まずは荒島岳、挑戦できてよかったなと思います。チェンスパの落とし物ですね。チェンスパ、2箇所に化けて、チェンスパが落ちてました。誰なんやろな。多分、降りてる人やと思いますけどね。登ってるやったらすぐ気づくからな。いや、チェンスパ外れても気づかんもんなんやな。まあ、和感落とした。ね、僕も和感落として気づかんかったぐらいやから、チェンスパも気づかないかもしれないですね。まあ、下りやったら特に気づかないかも。誰のやろ。まあ、下の登山口まで届けてあげようと思います。誰か待ってるかもしれんね。急いで降りた方がいいかもね。外れちゃったんですね。ええ。ええええ。ああ、よかったです、よかったです。いいえ。よいしょ。でもちょっとずれて、はい、いやー、登り返すのも辛いですもんね。よかったです。いや、違います。あの、10メートルぐらい離れてました。はい、どうぞ。助かりました。よかったです。意外と気づかないもんだなと思って。気づかんですね。こんなにもそういう雪の上で効くんかしらんと思ったぐらい、ちょっと。わかりました。ただ、ずるっと来て、やっぱり、はい、恐れ入ります。ありがとうございました。お気をつけて。はい。よいしょ。やばー、持ち主見つかってよかった。やっぱり、あれね、チェーンスパーって外れるんですね。というか、雪の塊みたいになって、雪ごと外れるから、それで気づかないもんなんやな。意外と、最近の靴ってグリップがいいから、意外と歩けちゃうんですね。面白いね。和感を落とした自分も何も言えませんがね。落とし物あるある。携帯を落とした人もいたらしくって、山頂付近で携帯をなくしたっていう人がやりましたけど、今それを拾った人に出会いました。こういう時は登山口に、届けるのが一番やと思いますし、多分登山口で待ってたら誰かが拾ってくれると思いますね。やっぱ登山してる人にね、悪い人はほとんどいないと思うんで。で、なんやかんやで、うわ、絶景や。なんじゃこりゃ。うわ、綺麗やな。荒島岳の向かいの山も綺麗やね。いやー、綺麗ですが、上の方はガスガスですがね。さあ、帰ってきました。いやー、結局お腹空いたままや。いや、何回お腹空いた言うのか。何回も言って申し訳ないけど、お腹空いてて、ゼリーを1個しか食べてなくて、立ち止まって食べればいいんやけどな。でも、もう降りれるしね。いやー、この辺はもうスキー場ですね。角原のスキー場、あとか。もう着いてしまうな。ちょっと、ほっとする反面、ちょっと、もう寂しい感じがします。日曜夜のサザエさんを見てるような感じ。まあ、まあ、今日は日曜日の、もうすぐ夕方だけど。まあ、何だっけ、サザエさん症候群だっけ。いや、山登りが終わってしまうな。あそこは駐車場ですね。だいぶ車が減ってますね。みんな帰ったんや。まあ、山頂からの景色はあんまり綺麗ではありませんでしたんで、またね、また、チャンスがあれば、次の機会に行きたいと思います。夏の方が、あれかな、景色はいいのかな。いや、でもね、寒い、暑いやろ、これね。夏は大変やと思いますね、これね。あと、中荒島だけあったっけ、何やったっけな。
なんかいろいろあって、一つ、荒島岳ね、登れてないんで、そこまた別ルートから、登ってもいいかなと思います。いやー、もしかしたら今晴れてるかもしれんな。いやー、悔しいね。今やったら、天気いいかも。わー、なんか晴れてきてる。でも、あんな寒いとこに1時間、2時間は無理やで。山頂のあんな吹雪いてるとこで、今だって、今2時でしょ？頂上が12時やったから、2時間あそこで、あんな寒いとこで2時間も待てへんわね。悔しいけど仕方ない。まあ、これは山登りあるあるですよね。下山したら急に天気が良くなったっていうね。実際それが多いわけじゃなくて、そうなるとすごい悔しいから、記憶に残って、記憶によく残るから、こうやって、あるあるになるんやと思うけど。いや、でもあれ、やっぱりあるよね。こういう風に。うわぁ、めっちゃ晴れてるやん。めっちゃ晴れてる。はぁ、青空やな。こっち、白山方面は真っ白やけど。まあね。こればっかりは仕方ない。天気はどうしようもならない。さあ、帰ってきました。時間は、14時1分。下山は約2時間か。ゴールです。ゴール。いや、楽しかった。帰ってきました。これ、いきなり最初の落とし穴ね。よいしょ。さて、冬季閉鎖中ということで、2024年一番初めの山登りは荒島岳でした。ありがとうございました。山でしたね。いや、楽しかった。楽しかったけど、しつこいけど、お腹空いた。それは、ご飯食べたいな。ご視聴ありがとうございました。モンベルのカフェがある。荒島岳。